なんでこんなに埃っぽいのよ。見渡す限りどこもかしくも殺風景な荒野が続くばかり。こういう時は水浴びしてすっきりしたいわ。世界にこのような場所があるとは思いませんでした。私は本当に何も知らないのですね。なんだ今の音は。私にも聞こえたわ。何かしら。どうも嫌な予感がする。ふむふむ、どうやら足元から聞こえるのは間違いないでしょう。足元って、おいおい勘弁してくれっての。まずい、ここを離れるんだ。足は、体を動かすことはできるか。ここは地下水脈か。まさか地面が崩落するとは。この音はまさか。これは鉄砲ですか。しまっ、俺はこんなところで死ぬわけにはいかない。俺には果たさなければならない使命があるんだ。俺には、なんだ、誰かいるのか。これは女性の、この感触は。そのようなところを、それ以上は。すまない。まさかその、いや、なんと言えばいいのか。私は平気です。気になさらないでください。とにかく助かってよかった。弥生、怪我はないか。足をくじいてしまいましたが、ひどくはありません。大丈夫です。ラディウス様こそお怪我は。かすり傷で済んだようだ。しかし、こんな場所に地下水脈が広がっているとは思わなかった。みんなは無事だろうか。私たちが無事だったのですから、皆さんもきっと無事ですよ。ですから、だいぶ体が冷えているようだな。濡れたままの衣服を身につけていては体温を奪われ危険か。大丈夫です。寒くなんてありません。私のことであれば気にしないでください。これ以上
体力を消耗するのは危険か。ここで皆が来るのを待とう。弥生、服を脱ぐんだ。服をですか？ですけれど、そんなこと、服を着ているよりも脱いで肌を合わせていた方が暖を取れる。暗くて何も見えませんけれど。 いえ、そういうことではなく、裸でそのだ抱き合うなんて。助けを呼びに行きたいのは山々だが、歩けない弥生を一人残してはいけない。とにかく皆を信じよう。二人はどこにいるのよ。二人が一緒にいて何かあったらどうしようと思うのはわからなくもないけれど。静かにしろ。二人の立てる物音は聞こえない。あまり時間はかけられない。早く見つけなければ手遅れになる。そうね。あれで体を濡らしていないはずないものね。どうした？ヴァレリアちゃん、少しじっとしていてね。なんだ気持ち悪い。あなたの背中にいるものの方が気持ち悪い。じゃなくて、あまり動くと危険かもしれませんので。動くな。ただの毒虫だ。今取ってやる。毒虫って、あの足が何本もついているあれ？これは女性の悲鳴のようですね。この声、ヴァレリアか。どうやら助けが来たみたいだな。あまり嬉しそうじゃないな。そんなことありません。皆さんが来る前に服を身につけておかないといけませんね。